時で、体の中に取り入れた木はビリビリした電気のような感じ温かいふわっとした熱気のような感じモゾモゾとアリがはうような感じをイメージしこのような感じの木が体の特定のルートを伝わっていく感じを体得しますこうして時で取り入れた大宇宙の木を 自分の気と合流してきます。何度も繰り返して練り子を行うと次第に気が全身を循環しているありさまが実感できるようになります。気抜き100回時にて丹田に集めた木を丹田、飼陰、かげ、器と肛門の間にある壺、蝶を努む、尾骨の先端にある壺、体の背中側の真ん中、ただし脈、王子、背中で。 頸椎と胸椎の境目にあるツボ両腕両手と上昇させて両手から100回頭の頂点にあるツボに向けて時を注ぎ合流させて体の前面すなわち腹側を通して再び丹田に導きます一静かに立ちますこの時尾骨の先端の長胸のツボを意識します2両手を両脇に垂らし 手のひらを内側に向けた姿勢から、ゆっくり息を吸いながら、手のひらを下に向けた。まま左右に手を上げていきます。三両手が地面と水平になるまで横に上げ、ここで手のひらを上に向けます。四両手を上に上げて内側に丸めるようにし、手のひらを頭の方に向けます。この手を上げていく間に、まず丹田を意識し、 自分が丹田にためた木がまず下方に降りて開斐鍵から長鏡へ行き長橋から背中の正中線上の特脈を背骨に沿って両手のひらと同じ高さをゆっくり上昇し背中のおうで両腕の方向に2つに分かれて流れてゆく有様をイメージします息は手が上がりきるまで吸いますご下に向けた両手を頭の方に下ろし 両手の指先を自然に揃えて、100回に軽くつけ、10本の指先から、時、丹田から手のひらへ上げてきた木を100回にある自分の木に注ぎ込むようにします。600回の位置から、両手の中指の先を軽くつけ、両手のひらを下に向け、息を吐きながら、顔の前から胸、さらに下腹部と体の前面を丹田へと下ろしていきます。この時 時と自分の気が合流した混合気も両手の動きに伴って100回から体の前面の人脈に沿って丹田に降りていくと意識します七丹田に気が収まったことを意識し丹田の位置から両手の中指を離し両手を左右に分けて元に戻します八八から十回繰り返します気抜き中中 胸の前面の真ん中にある壺に集めた木を、丹田、飼い陰肛門と聖器の間の壺、腸務、尾骨の先端にある壺、背中側の正中線、ただし脈、王子、背中で、頸椎と胸椎の間にある壺、両腕、両手と加工さてから上昇させて、両手から中に向けて、時を注ぎ合流させて、体の前面すなわち、腹側の人脈の上を通して、 再び丹田に導きます。一静かに立ちます。このとき、胸の前面の真ん中にあるツボを意識します。に両手りを両脇に垂らし、手のひらを内側に向けた姿勢から、ゆっくり息を吸いながら、手のひらを下に向けたまま、左右に手を上げていきます。さ両手が、地面と水平になるまで横に上げ、手のひらを前方に向けます。この間、 手を上げていく間に自分の気が中段々飼いかげ調教と加工しここから両手の動きとともに背中の正中線ただし脈を通って王子背中で頸椎と胸椎の間にある壺まで上昇し王子で二手に分かれて両肩両腕両手と流れていくようにイメージします四両手で胸の前で。 大きな木のボールを抱えるようなイメージを持ちますそしてさらに息をゆっくり吸いながら両肘を曲げて軽く曲げた10本の指先を中に軽くつけ両手に注ぎ込まれた木を中に注ぎ込むようにします息を吸い切った時大きな木のボールが凝縮されて小さくなり中に吸い込まれるようなイメージを持つと効果的ですご両手の手のひらを下に向け 両手の指先を軽くつけ息を吐きながら胸から下腹部の丹田へと下ろしていきますこの時時と自分の気が合流した混合気も中から体の前面の人脈に沿って丹田に向かって降りていくと意識します六丹田に気が収まった状態を意識し丹田の位置から両手の中指を離し両手を左右に分けて元に戻します 7 8から10回繰り返します。絹き丹田丹田貝陰肛門と聖器の間の壺腸務尾骨の先端にある壺背中側の正中線ただし脈王子背中で頸椎と胸椎の間にある壺と気を回し王子から左右に分かれ両肩両腕両手のひらと気を回し手のひらのローミヤから気を丹田に向かって注ぎ最後に 丹田から木を足の裏の湯泉まで下ろします。一静かに立ちます。この時、下腹部の丹田を意識します。2両手を両脇に垂らし、手のひらを内側に向けた姿勢から、ゆっくり息を吸いながら、手のひらを下に向けたまま、左右に手を上げていきます。3両手を腰の高さまで上げ、手のひらを前方に向けます。この間 手を上げていく間に自分の気が丹田から下降して飼いかげに達しさらに長胸に達しさらに背部の真ん中の特脈を上昇して首の付け根の大地から左右の腕に分かれて手のひらのローミアに達するようにイメージします4両手でお腹の前で大きな気のボールを抱えるようなイメージを持ちますそして、さらに、 息をゆっくり吸いながら両肘を曲げて両手を重ね男は左手が下女は右手が下下腹部の丹田に当て集めた時と自分の気が混合した気が丹田に注ぎ込まれるようにイメージしますこの時大きな気のボールが凝縮されて小さくなり丹田に注ぎ込まれるようなイメージを持つと効果的ですご息を吐きながら丹田の気を 両足の前面を通して足の裏の U 泉に下ろし、さらに U 泉から両を地面に放。でするようなイメージを持ちます。6ゆっくり、両手を下ろし元の姿勢に戻ります。78から10回繰り返します。絹き人いよいよ。 たんだ。貝陰、肛門と性器の間の壺、腸を務む尾骨の先端にある壺、背中側の正中線、ただし脈、王子、背中で頸椎と胸椎の間にある壺と気を回し、王子から左右に分かれ、両肩、両腕、手のひらと気を回し、手のひらのローミアから気を腰部の心、いよいよの壺に向かって注ぎます。一静かに立ちます。この時。 足の裏の裏ゆう,う泉は陣形のツボで腎臓につながっています。2両手を両脇に垂らし手のひらを内側に向けた姿勢からゆっくり息を吸いながら手のひらを上にしていき水をすくうように腰の高さまで上げます。3さらに手のひらを内側に向けながら水泳の平泳ぎで水をかくように両腕を 両肩の高さままで上げます。この時力を入れずに腕を前方にスーッと伸ばすようにします4両腕を伸ばしきったら手のひらを外側に向け手のひらを水泳の平泳ぎのように肩の高さを保ちながら両腕を左右に大きく開いていきます5両腕を真横まで開いたら腰の横を通って背面に回し手のひらを内側に向けながら 指先を下に向けていきますさらに両手を腰の陣いよいよに当てますこの時息を吸い切りますろくめに手を上げてさらに陣いよいよに当てるまでの間に自分の気が丹田から下降して買い陰に達しさらに長胸に達し次に背中の真ん中の督脈を上昇して首の付け根の王子から左右の腕に分かれて 手ののひらのローミアにに達すす。るようにイメージしま七息をゆっくり吐きながら両手を腰部の腎いよいよに当て手のローミアの壺から集めた時と自分の気が混合した気を腎いよいよに注ぎ込むようにします腰部に当てた手を上下に動かして腰をなで下ろしてマッサージすると勢力減退などに効果があります八ゆっくり両手を下ろし元の姿勢に戻ります 98から10回繰り返します。